FC まばりの、かないが、いかないと!皆さん、こんばんは。FC まばりの、かながいかないと皆さんこんばんは f c まばりのかなえがいかないとパーソナリティの、かない一です。 この番組は今治市に本拠地を置く FC 今治の金井が楽しく選手を交えながらお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております、えー、前回はクラブスタッフの青木さんに出ていただきましたいやーかなり面白かったと思うんですけれども、まあ、何が一番おもろかったかっていうと 2週間前ぐらいに青木さん出るよーって言ってて質問とか意見とかあの求めてたんですよ、皆様にね、イカナーの皆様に、なんとね、いつも来なかったんですよね、これが一番脆いおもこれ青木さんも泣いてたよ、ほんまにもっと痩せてたんちゃうかな、もうはい今回はね、今回からね、2021シーズン、シーズン2021年、選手一発目に。 この選手、呼びました。では、早速、呼びたいと思います。くすみけいし選手です。お願いします。こんにちは、お願いします。今日はお疲れのところ。<や>ありがとうございま,すまして、あ、はい、けましておめでとうございます。いや、どうもどうも。この年もよろしくお願いします。あ、本当だよ、お前。はい、まずそこでしょ。俺に,俺にも連絡なかった。いした、した。あ、した。した、した。うん。 まあちょっと2021シーズンのまあいろいろねあのー、抱負とかも含めて聞きたいんやけどまずは2020シーズンまあ振り返ってみてまあキャプテンとして一年戦ってくれたんでその話を聞こうと思うんですけどもじゃあ、えー、長野戦の話いやいやいやもう言えないでしょ<え> <laughs> 本当はそれは<え>もうすいませんという言葉しか思い浮かばないんでね、えー、なんかっったっけ忘れよう去年のことは。 危なかった、俺、ギネス記録になるとこだったでし、あれ。いや、本当だよ、もう、開始2秒、三 3, 3分、三分,分, <laughs> 分ね、退場しちゃったんだけども、まあまあ、その話は、まあ一旦置いといて、2020シーズン、1年間振り返って、まあ、どんなシーズンやったかっていうのを、まず俺から聞こうかな。ああとしてても初めての J リーグへの挑戦という年になって、うん、まあ本当すごく楽しみにしていましたしまあこうクラブとしてもまず目指していたステージだったと思うのでまあそこにまず参加できたということがすごく嬉しかったですしまあただ、最初こう新型コロナウイルスの影響でこういろんなことが変わっていってしまってま僕らもこう練習できない日々が続いたりしてたんですけどまあ本当いろんな人のおかげで最後までしっかりとシーズンを 終えることができましたし、うん、まあ目標だった J2 昇格っていうのはちょっとできなかったですけどただチームとしては本当にこう新しい歴史の1ページとしてこう歩めたと思いますし本当素晴らしいシーズンだったんじゃないかなというふうには思ってますなんかあれやなめっちゃ喋れるようになったないやあのねあのね去年の最後の、うん 社恩会もあったじゃないですかあれで最後キャプテンで喋ったじゃないですかその時 GM の木村さんが「すごいね」って言ってて「すいませんあれだなうす」って言って多分そこが一番評価高い今シーズンのなるほどね一番それで給料も上がったんじゃないやもしかしたらね反映されてる可能性あるよねあれいやよう喋れるようになったなほんますごい褒められたもん いやほんま1年間通して、まあ、いろいろね、まあ、大変な時期をこう、まあ、チームの代表、まあ、キャプテンとして、ね、戦ってくれてなんかプライベートではさなんかメッシーとかめっちゃ作るようになったんじゃない外出るのがまあ難しくなってそうですね、まああのー、外食できなくなったっていうのが一番大きかったんですけどその自粛期間中にやってたら、まあ、結構楽しくてあそうももううすっかり <laughs> いやもうすっかり本当に。 本当もう台所に立つ時間も長くなって長いね本当一日サッカーしてるか台所立ってるかいやいやいやちかめちゃくちゃやんいや本当に寝てちょっと休んでえエプロンとかつけるタイプああそれはねつつけないんですよでも今までエプロンつける人意味分かんなかったけど最近よちょっと分かるようになってきました何そんな揚げ物やってんの ちょっと跳ねねるんですよやっぱそのああなんかねピちゃぴちゃ洋服何枚かダメになったしねうっそそれだいぶ飛ばしてるやんそういうのもでもこうね経験して成長してるんで家の中ではあんま着替えないタイプ家帰ったらまず着替えるとかさあいやパジャマ的なのは一応あるんですけどお昼ご飯とか練習終わって帰って作る時とかはあんま着替えないでやっちゃったりしますねなるほどな いや俺はエプロンつけるタイプやでいやいや料理しないでしょ <laughs> 包丁ないでしょ家に <laughs> ギリある <laughs> <laughs> でもほんま飯作らんようになったからちょっと久々に作らなあかんなと思って,ていや,いやほんとやった方がいいっすよいやほんま最近じゃあそれもそうなんやけどさそうなんやけどっていうかいろいろ聞きたいの俺も用意してたんやけど、うん、なんかね青木さんには大変申し訳ないけど もう質問多いいわマジっすすかありがとうござま多分みんなあのねもうシーズン終わってちょっとこうなんか何をしたらいいか分かんないような感じだったから質問してくれたんでしょうね質問多いわありがとうございますなのであの一旦俺の方で保管しときますなんで答えないと答えないとやめないですこれ今日全部答えるからええ行くねじゃあくよじゃあもう早速ですけどもランダムにいきますねちょっと最後とか読めなかったらすいませんねあの まず、ラジオネーム、ゆっちゃん。ありがとうございます。えー、人生で一番楽しかったことは何ですか <laughs> 最近幸せだなと感じた瞬間はどんな時ですか <laughs> 人生で一番くすみ選手の髪型が大好きです。ちょっとサッカーを頑張ってください。はいはい、あ,あ、まあだから言ったら、他は好きじゃないけど髪型が好きですよね。含めてでしょ、はい。含めてトータルでね。まあこれちょっと難しいけど、なんかある。人生で一番ですか かまあ、どっちかでいいよその最近幸せだなと感じた瞬間とか最近幸せそうっすね何ですかまあこ,、ね、ここまあ最近まで、うん、あのシーズンオフになって、うん、まあずっとこうゆっくりしてたんですけど、うん、まあこんなこと言っちゃいけないかもしれないですけど、うん、こうサッカーを考えなくていい日々っていうのは、うん、ちょっとこう僕は良かったです。去年がちょっとかなりこう 切り詰めてたというか忙しかったのもあったんですけどこのオフの間のそういうふうに久々に過ごせたのはすごいいい時間でした何はしてないんですよだからもうとりあえずサッカーが離れるみたいなそうそうサッカー見なかったですし去年の振り返りとかほとんどしてなかったですけどすごく良かったですねオフは休めたんで休めたこれ ちゃんさんは多分ボヤージに参加してくれてる女の子かなああありがとうじゃあ次いくよ、はいえー、ラジオネーム今年も今治を応援するよありがとうございますさんからくすみ先進質問です試合の前半と後半でスパイク変えてるのなぜですかまたスパイクを選ぶ基準などこだわりあれば教えてくださいあと2人に質問ですスニーカーカ好きですか スニーカー履く女性好きですか靴のこだわり教えてください多いよまだまだいまだまだまだ寒いのでお二人風邪ひかないでくださいはい質問来てますよどれから答えたいいですかじゃあまず前半と後半スパイ変えてんのそれねやっぱさすが見てますねああ見てるねやっぱり全然お前の足元なんか見てないもんねそうな実は前半と後半でスパイ変えてるんですよなんででんでまあ一番大きな理由は濡れて湿っちゃってちょっと後半 僕全身も着替えるんですけどソックスとかもスパイクがれてるのは嫌なので履き替えるっていうのだけですなるほどねそれはんか前半はこっち後半はこっちとかはいかデザインも違ったりその革質も変えたりしてるんですかいや種類とかは一緒なんですけど色が違うんでなるほどねまあ本当僕を見てくれてる人は気づくだろうなっていうかあじゃあ僕見てないですでもインスタとかでもたまになんか僕後半赤いスパイク 入ったんですけど、ねうん、すごい赤が輝いてます、ね。<笑><笑>お前が輝いてるわけじゃなくて、あて。だから僕含めて、輝いてましたって,ってた。なるほど、ね。いやまあ濡れてんのが嫌だと。そうですね。まあ、まあそれが一番大きな理由ですねああ。なるほど。あと。スニーカー履く女性好きですか。好きです。一番好き。<laughs> 一番好き。一番よくないですか。まあスニーカーね。いいよね。うん、スニーカーいいですよ。まあなんか。 スニーカー履いたりいろいろねこう使い分けてるのもいいとうそうですねやっぱでもいい歩きやすさというかたくさん歩けたりしてるしすごいいいたくさん歩けたりしてるしっていうのはよく分かんないけどスニーカー女子いいですよいいよねでもんかたまに今男性でもいるやんすっごいアウトソール減ってるやんみたいなかるはい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 あのあれんていうかな冬とかさ 昔まあ昔、まあ、俺らの時代ギャルはムートンブーツ流行ってたああはいはいはいムートン外めっちゃへってるやみたいな街中で見に行った？<laughs> たまにいますねだいぶ外減らしてるやんいないスニーカーってちょっとこう汚れとかねこうそうそうそうの減り具合とかでちょっと見えますよねだいぶ足歩き方歩き方のなんか癖とか分かるよね <laughs> 確かにでもこう <laughs> いつもは例えばちょっとヒールとか履いてたりしてても急にスポーティーなスニーカーとか履いてたらおっとて思いますか分かる分かるやっぱギャップみたいなのがあるのかないやまあそうですねだから僕も来週ぐらいピンヒールでも履いておきますんでそのギャップいらないでしょ誰も見てないし本当ピンヒール履かないでしょありがとうございますじゃあ次ねはいえラジオネームほうちゃんママさんからありがとうございますえ 金井さんを先輩キャプテンとしていいところ見習うところとかありますかここはちょっとっていうところもありますか、えー、今シーズンもまだまだ厳しい状況だと思いますが昇格に向けて頑張ってくださいここはちょっとっていうのはないと思いますけどまあ一旦聞こう<井>これは俺もちょっと聞いとこうえ金井キャプテンだった時にとしていいんと見習うところはありますかあとまあここはちょっと違うなみたいなところありますかっていう質問やけど。 ああ見習うとこうまああのこう自分がキャプテンやってみてその思ったのは亮さんってこうチームのこういろんな選手が多分いろんなことを話しに行ってたと思うんですよね僕の勝手なイメージなんですけど、うん、かその亮さんに話しに行きたくなる感じあるい<や>お,前お前も,もうずっと俺のとこおるもんね。 話に行きたくなるような雰囲気っていうのは、なんか涼さんだったからかなっていうのあって、僕はほぼそういうのはなかったので、悩みを相談されるってことは。うん、それもいいかどうかわからんけどな。いやいや、でもやっぱこう、抱え込んでる選手とかを、こっちからね、話すこともあったと思いますけど、なんか涼さんが倒れたくなるような雰囲気みたいのはあったのかなっていうか、そこはすごく羨ましいなとは思いますね。ここははちょっとっとていうのは あのここはちょっとっていうのはまあサッカーしてなかったとこ <laughs> なんかもうよく分かんなかったから <laughs> ここはちょっとどころじゃないよな、うん、これはもう,もう俺が一番ほんまちょっとやほ練習来ても終わってもずっと中にいたから <laughs> まあそこはねちょっとでもいっちゃん汗かいてたけどな <laughs> 確かに誰よりもかいてたねいっちゃん汗かいてたな、うん、なるほどなじゃあちょっと次行こうかあちょっと質問行く前にちょっと 警視からあの曲選んできてもらって、はい、それを紹介したいと思うので、はい、警視の方から。タイトルコール言ってもらっていいですか。僕からですか。はい、僕言いましょうか。あ、い<あ>、お願いします。はい、<laughs> そんな流れだったっけ。<laughs> では、ミスターチルドレンで足音です。はい。ミスターチルドレンで足音でした。警視これ選んだ理由は。まあ、僕ミスチル結構。 好きでうん、うん、試合前とかもあと何曲か聞くようなのあるんですけど僕今まであんまりミスターチルドに嫌いな人に出会ったことないんでまあいないよねと信じてますいや俺も聞いたことないよ、はい、でまあこの今ちょうどねちょっとこの時間帯、うん、なんか前向きになれるんじゃないかなっていう <laughs> <laughs> えこの時間大体みんな,うしなんか後ろ向きな感じな人が多い <laughs> いややっぱこれ聞いてね また明日も頑張ろうって思ってて思ほしいな確かにこれでもほんまラジオってやっぱながらで聴いてる人もおれば本当にラジオの目の前でもう手合わせて聴いてる人もおどんな聴き方してるんですかそれ <laughs> 何が願ってんのかな <laughs> まあいろんな人が聴き方があるからね確かにまあ曲を通じて「はい、えそれはなんでこの曲の本で」いやだから今言った今まんま言いましたけど、ね、違う違うでも普段だからその 周りへのメッセージじゃなくてお前はどういういい時に聞いてんのあ,あんま僕聞こうと思って聞くことはないんですけど流れたらうわいいなってちょっとこう耳澄ましちゃうなっていうああそういうことね、はい、もう他にもあと10曲ぐらいあるんでまた紹介します <laughs> いやいやもう大丈夫です、はいはい、<laughs> じゃあちょっとさっきの続きであの質問たくさん頂い,いてるので、はい、あの質問いきたいと思います、はい、えー、ラジオネームおだちさん 昨シーズン終了時にはすっかりキャプテンが板についていた久住選手に質問です。キャプテンとして苦労した点や大変だったこともしくは苦労させられた手を焼いた選手など今だから話せるエピソードがあったら教えてくださいなるほど苦労したこと、うん、そうですねまああのすごい個人的な部分になってしまうんですけど、うん、僕も初めて人生で初めてこうキャプテンっていうものを やったんですようん、うん、ですごく感じたのは、うん、そのもう少し自分のことを考えるべきだなっていうのはあ<ー>あの思いましたなんかチームのこと去年はまあそういういろいろあって6対4とか7対3ぐらいでチームのこと多分考えてたんですよね。うんうん、でそれがこうあんまり自分にはいい影響出た部分もあったんですけど、うん、まあそこをもっとこう自分のこと 二重きを置いても、うん、こう自分の性格的には、うん、多分チームのこと考えられるなと思ったんであ<ー>まあ学んだことですかね今年はもうちょっとその逆に六対四ぐらいで自分のことを考えてプレーしたいなっていうのは、うん、あの思いましたなるほどなわ、はい、かるわかりますわかるわかるんですかわかる <laughs> いやそうなんですよなんかねこう 思い詰めてたわけじゃないんですけど、うん、なんかこう気にしすぎてた部分もあったなってもっとこう,う大きく構えてよかったなっていうのは思いましたね。そうねなんかいろいろ考え方あるけどまあそれも本当一つやね、うん、まあチームのこと考えるのはもうね嫌でも多分考えるからそうなんですね。そそそそう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 うやっっぱり自分がね,ねサッカー選手とととしてっていうところを考えると はい、もうちょっと個人的なこともこ考える時間を作るのもまあ確かに大事そうそうだし、やっぱうちやっぱ経験のある選手がたくさんいるんで、うん、まあそこはなんかもうちょっとこうまあ頼った、ねはい、もちろん園さんと駒さんにそん相談をしたりとかはしてましたけどそこはもうちょっとこうバランスを見直そうというふうに今年、キャプテンやるかどうかは分からないですけど、うん、どうなったとしても、うん、もうちょっと自分のことを考えてやろうというふうには思ってます。なるほど、はい、この 手を焼いた選手え、いるかな長島ぐらい長島はもうね、焼きすぎて、もちょっと最後見えなかった、俺には。どこにいるか。いや、俺もう、かす、はいみたいになってたん見えてこなかった、もう、透けてた、最後はいや、でも、仲ええもんな。そうですね、香田は頑張ってほしいですよね、本当、在籍も長い選手ですしね、頑張ってほしいなと思います。なるほどじゃあ次きますラララジオネームバニテさん キャプテンマークを巻くのってどんな感じですか最終節で中野慶選手あ慶選手から託されたのを見たときは感動しました、えー、メッセージ昨シーズンはキャプテンお疲れ様でした本当にかっこよかったですありがとうございますでもこれねさっきなんかちらっと見た質問にもキャプテンを慶に託したのも粋だったみたいな話と、はい <laughs> まあ今の質問で託された時の気持ちはいま,あまずはキャ,キャプテンマーク巻くっていうのは何かあるうんまあ結構あの締め付けられて気に, <laughs> 気になるサイズかえそういうことじゃなくてサイズ感の話してんね違うえちゃうんやん<ー>ちょっとうそういう意味では腕太なったのあ、まあ、ちょっとねなんか鍛えた <laughs> ちょっとさらに鍛えてもう少しきつめにしようかなと思っていやいや,いやサイズの話してへんねキャプテンマーク巻いたまあやっぱ まあ色的にはユニフォームまだ続くの今あっと外してるからまあ気は引き締まりますよねやっぱんかね責任感というか試合に向かう気持ちには入りやすくなるとかなと思いましたね。あと最終戦に K にあれはですねもう終わったんで裏話的な感じにはなるんですけど実は最終節の 前の試合富山だったかなの帰りの新幹線の時に急にルイスに「ちょっと警視庁後で来てくれ」って言われて「あわ分かりました」って言って新幹線降りてルイスのとこ行ったら「実は最終節をイ君にキャプテンマークを任したいと思ってるんだけど」てか圭君がこれからもクラブの人として残る可能性もあったので。 そういううい意味でもぜひ最後っていう話をされて僕はもうそれはもうめちゃめちゃいいと思いますって言って、うん、あの賛成してただ本当試合始まる前まであの俺らだけの秘密にしてくれって言われて、うん、もう言いたくてたまんなかったんですけどなんとかこらえて、うん、でまあエンジンの前にあの K 君にお願いしますっていう感じで巻きましこれその試合の途中に K が交代して <はい S 2> そのキャプテンを託されて。 た時は、まあ、感動しましまたっていうメッセージがあるんだけどその時はこれはね,、うん、あのね実はケイ君に渡された時に、うん、アディダスのマークが上下反対で <laughs> それはちょっと気になっちゃって俺は <laughs> ちょっとそういうとこ几帳面なんで俺<ー>一回ちょっと外して上にしたんですけど、うん、そこケイ君頼むよって思ったんだけどね <laughs> 逆だぞって <laughs> いやでもね最後本当はあのまあ勝った状態で。 K 君ねいい形にしたかったんですけどそこは申し訳なかったなと思いましたしあの時はね試合の展開もあったんであまり特別な感情みたいのはそんなになかったんですけど勝って終わりたかったなっていうのが一番ありましたねなるほどじゃあちょっと最後ぐらいの質問になるのかなはいえっとラジオネームんうっちー大好きてるさんああうっちーさんもう,うっちー 誰ってなってる人おるかなら覚えてますよ元 <laughs>、えー、ねあのコンサーの内村選手が吉井まばりへ移籍して以来北海道から吉井丸を応援しているテルと申しますとありがとうございます。ますえっと質問のところでは一つ目は、まあ、北海道に住まれてるのでなかなかあのスタジアムに来ることはできないけれどもあのシューと拓郎と圭史の、まあ、声を。 生で聞いたときはあのすごい三人がこう尾声走ってんなみたいな感想を受けたそうです。<laughs> はい、で一つ目の質問北海道来たらやってみたいことで二つ目は今期のゴールパフォーマンスを教えてほしいと昇格今年こそ J2 昇格これからも応援させていただきますというメッセージです。北海道行ってみたいですね。行ったことは？試合でしかないので<ー>観光みたいなのではってないので。なるほどね。 やっぱこうご飯がすごい美味しいって拓郎君も言ってましたけどもう済んだら太るよって言ってましたそれぐらいご飯美味しすぎてうまいよね食べ歩きみたいなちょっとしたいですよねプライベートでねはいはいはいプライベートで2つ目今期のゴールパフォーマンスパフォーマンスねちょっと思い切って決めるかどうか分かんないですけどまずはね今シーズンのでも大きな目標ですそれあ本当点を取るということ やっぱり去年も何度かチャンスあって、決めれなかったので、ね、今年。点を取りたいなというふうに思ってます。いや、後で聞こうかなと思ったけど、それがまあ今期の目標個人の,目標のつか。そうですね。はい。もう。何が何でも。点か二点は取りたいなというふうに思ってます。うん、なるほどね。はい、じゃあ、ちょっと、もうそろそろお時間なんですけれども、あの。たくさんの方に、あの、本当メッセージいただきました。あの。 こんなくすみ選手のためにこんなってああかダメか, <laughs> ダメかこんな <laughs> 本当にあのたくさんメッセージいただきました、はい、本当にありがとうございますありがとうございます<の>全員の方のメッセージを読むことができなくてですね大変申し訳ないんですけれどもあのケイー,ーはしっかりあの読みますのでの、はい、皆さんあのケイー,ーには思い届きますのでよろしくお願いします、はい、ありがとうございますえっと今回ねケイー,ーがマ、まあ、サイン書いてくれたのを で、まあ、それをあの1名の方にプレゼントさせていただきたいと思いますあのラ,ジラジバリのロゴ入ったサイン色紙になります、えー、ランダムに選ばせていただきましたラジオネームゆっちゃんさんおめでとうございますおめでとうございます、えー、お送りさせていただきますのでぜひ楽しみにしておいてください、はいえー、最後にケイシの方から、まあ、今シーズンの、まあ、目標、まあ、個人の目標はさっき聞いたけども、はい、まあ全体投資の目標と、はい、あのこの イカナをお聞きの皆今日は本当にあ,のありがとうございました、あの今年もまだまだ大変な状況がこう続いていて、もしかしたら皆さんにもこう制限が多くあるかもしれないんですけど、まあ、僕ら選手たちはこう少しでも皆さんを笑顔にしたりとか、明るい気持ちになってもらえるように、あの選手みんなで頑張りますし、まあ、一番本当に大きな目標が。 あるのでもうそれを達成するためにまた頑張っていきたいと思いますのであのどうか一緒に戦ってもらえたらなと思います、えー、そしていかな、いかなの皆さんああ、えー、来週ぐらいから僕乗っとると思うんでこのラジオえんくすみになると思うくすみ <laughs> いや、うちょっゴロ合わへんし <laughs> いやあの本当にあの毎週こうやって亮さんがやってくださってこういろんなチームのことを知ってくれてるのが嬉しいので。 これからもどうぞたくさん聞いてもらって今日のラジオ楽しかったよとかつぶやいてもらえたらつぶやいてほしいよねツイッターでもインスタでもいいからねいいいいろろ書てほしよねぜひ僕もの嬉しいんでそういうのがお願いしますまたじゃあ出てくれるいやもちろんメインパーソナリティが変わるときもあるかもね遠くないかもしれないから確かに確かに今後そういうのも考えて一緒にやっていきたいなと思いますありがとうまた 今後もね、選手交えて、あの、お送りさせていただきます。ちょっと来週の方はまたあの、えー、ラジバリさんの方も含めて告知したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、まあ次回もお楽しみに。決勝ありがとうございました。はい、ありがとうございました。